はい、重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明けイレブンの本日110回目の放送でございまして、2020年6月29日、いよいよ月末、あっちゅう間に6月が終わります。今週も張り切って参りましょうということで、いつものコーナーからいきましょう。Jリーグ日本代表編の週明けヘッドライン、ニュース5本、1本目、日本サッカー協会が、女子ワールドカップの立候補を取り下げましたっていうね、諸般の事情がいろいろありまして、はい、断念っていうね、確か2022のね立候補だったんですけどね、はい、再チャレンジということで、はい、次2本目、 J3 のガイナーレ鳥取が代筆、代わりに筆と書いて代筆、横断幕でエールとはこう弾幕の話ですね、なんかあるんですね、いろいろ皆さん考えてますね。さあ3本目、 J2 松本山雅対津江県金沢、これ、再開の、開幕カードっていうかね、この土日に行われたカードですね。おうちでユニバトル、あ、なるほど、確かこれは津江県金沢がよくユニバトルをどっかとユニバトル仕掛けてたような気がして、それを早速やったと、はい、松本のホームゲームですね、これはね。さあ4本目、中国地区と四国地区の J リーグのクラブが7つあると、略して中四国 J7 クラブというホームタウンと観光 PR をしましたというニュースです。さあ詳しくは分かりませんが、はい、見出しだけのご紹介。さあラスト5本目、 J1 の川崎フロンターレがオーケストラシート販売、このオーケストラは例のオケ、はい、オフロンターレでおなじみのあのオケを使ったオーケストラシートを発売してますという、これは多分来月というか7月の何試合目かからのチケット販売のニュースだと思いますが、さあそのうちの1本、ピックアップはこちら、川崎フロンターレは7月4日土曜に再開する J1 リーグ再開に向けて、音楽の街川崎にあるフロンターレらしく、スタンドの空席にサポーターの顔写真がデザインされた水色のオケを掲出するオーケストラシートを販売します。あ、なるほど、客席にオケを、しかもそのオケには皆さんの顔が描かれ、画像が貼られると、はい、これドイツブンデスリーガーとかね、ヨーロッパでもなんかありましたよね、こうサポーターの顔を実際スタンドに立てるっていうね、それのオーケバージョンですね、はい、で対象試合は J1 リーグ再開となる7月4日の鹿島アントラーズ戦と。なるほど、もう早速ですね、音楽のオーケストラとオケをかけてスタンドにオケを並べるというシャレの効いた企画はフロンターレならではですかと。でフロンターレ流の新しい応援様式、どんな風景が見られるのか楽しみですねと。詳しくはクラブ公式サイトをご覧くださいというニュースでございました。特に私から触れることはございません、楽しみにしましょう。それでは週末の結果いきます。 J2 と J3 が開幕したので試合結果一覧今皆さんに見ていただいております。27日土曜日 J2 第2節、東京ヴェルディ対町田、1-1から始まってずらっと 1-2-3-4-5-6-7-8-11 試合を行われましたっていうね、この土日皆さん、それぞれマイクラブがある人はマイクラブ中心にダゾン見たと思いますし、SNS を見ててもなんかこう、あれはどうなの、これはどうなのっていうね、文句なのか不満なのか分かりませんが、いろいろあったかもしれませんが、まあとりあえず無事にスタート切れたからいいじゃないですかっていう、もうちょっとみんな落ち着けと私は思います。さあ J3 行きましょう。27日の土曜日と日曜日に、全部で9試合行われました。アンダー23的なチームはセレッソとガンバだけになったので、 FC 東京のアンダー23はもう今シーズンは活動しないということになったので、これで偶数でいいんですよね。 J3 が偶数になったんだよ ね、お休みなしのね。そうそうそう、まあ、FC 東京があったら奇数だったからね、この前、まあ、各節9試合やることになりますが、ざっと見ると熊本鹿児島っていうのがね 3-2 でなかなかのスコアですねっていうね、おっとグルージャが 0-4 でというね、秋田監督が初采配、ブラグリッツ秋田に4失点と苦いデビュー戦になりました。はい、では、続いてですね、ニュースに行く前に
地域リーグのちょっとニュースをいきます。2020年の地域リーグの再開スケジュールというのがありまして、北海道から九州まで今ずらっと一覧で見てもらってますが、すでに四国リーグと九州リーグはスタートしました。四国リーグは1週間前の6月21日から、九州リーグはこの昨日の日曜日から6月、あ、土曜日から、ね、6月27日からスタートしております。そして次に開幕控えてるのが関東リーグが直近ですかね、7月11日からと、はい。まずこちらお知らせと、次、この九州リーグ、土日に行われてたあろう、多分土日連戦開催だと思うんで、まず、27日の土曜日の結果4試合以上です。まだ順位表ありませんが、沖縄 SV 5-0 でアウェーですが 5-0 で、そして JFC 宮崎もアウェーですが 5-0 でと、はい。この2チーム、沖縄と JFC、 今シーズンももうリーグ優勝争いするであろう2チーム、勝ち点と得失点差並んで、この試合はこの1節目は勝利して首位、そして翌日ドン、JFC 宮崎 5-2 と、沖縄 SV は 4-0 とということで、勝ち点6で JFC 宮崎が得失点差で首位ですねというね。であと海邦銀行と中津でドローとね、サガリクシルとニフス金谷もドローと、順位表はまだ作っておりませんが、九州リーグ独特の土日 連戦となって、しかも短期勝負ですから、あっちゅう間に最終節になるだろうというのね、この週明けるように先々週かな、沖縄SVのお金選手、ディフェンダーのお金選手も出ていただいて抱負を語っておりましたが、まあ、おそらく最終節のとこまでこの JFC と沖縄が引っ張っていくんでしょうというね、岡野選手も今年にかける思いは強かったので、いいリーグ戦になることを期待しております。ということで次のヘッドラインニュースの R リーグ編いきましょう。いきますか。1本目 JFL、 7月の18と19から今シーズン開幕なんですが、リモートマッチで行きますよというね、まあ、何を言わんとするかというと、インターネットで YouTube 配信で見れますよと。しかもまあ生中継をする部分 と録画配信でやるっていう部分ありますが、全9カード8カードかな、毎節リモートマッチで見れるようだと発表しましたね。さあ2本目、JFL の奈良クラブが、J リーグ100年構想クラブに再認定されましたということでね、要するに復活と、はい、お預けってされてたのが復活っていうのがね、6月の J の理事会で決まりましたと。この話題は私あまり深掘りしません。次行きましょう。 JFL のいわき FC スーパーチャット機能導入って何ですかね。これなんか練習試合みたいな話ですか。あ、これからですか。公式戦でやるんですか。 YouTube のスーパーチャットですね、これね。投げ銭制度ですね。スーパーチャット機能やるんですね。興味ありますね。みんな投げろ。いくら投げるんだろう。10万投げれるとか絶対いるから。100万とか投げるの見てみたいよね。いわきに住んでる人の財力だよ、それ。10万投げれるよ。 いわき市民だけじゃないだろ。全国にいるから、だから世界中から投げれるだろ。アメリカのアンダーアーマーのさ、あのCEO とかが投げてるゲーム、投げるゲームね、ポンみたいな。バングラディッシュの工場のところさ、おアンダーアーマーっつって、いいよね。チリから、うん、あのチリの人たちから投げ出してくれる、うん、バスケバイロン、バイロンバイロンノーバイロン100ペソです楽しそう。ちょっと計算が大変するから、はい、いいの俺この人で。深掘りしないのに長話しました。さあ4本目、関東一部リーグのクリアソン新宿がラン新宿を提供と、なんだろう、気になります。さあ5本目、これは栃木の県リーグのチームだと思います。 FC カーサ、ふるさと納税の返礼品にグッズを提供ですというですね、初めてじゃないですか、栃木県リーグの FC カーサの話題が出るのはね、皆さんご存知でしょうか。関東の栃木のチームでございます。さあビッグアップは1本は関東リーグ一部に所属するクリアソン新宿のニュースと、新宿区に住む方々、新宿区で働くビジネスパーソンの方々に向けて
新宿区内のおすすめランニングルートがあるんですね。それがラン新宿、これを提供開始しましたと、クリアソン新宿さんが。で、未だに新宿区は新型コロナウイルスの感染者が多い。そうですね、特に歌舞伎町。私も先週までよく歌舞伎町行ってました。でも私は大丈夫ですけど、無事ですけど、はい、確かに多い新宿区。厳しい状況が続いていますが、新宿での生活を少しでも健康で前向きに過ごすことができるようにランニングルートの作成を行ったそうですと。で、3密を避けながらさまざまな文化が共存する新宿を駆け抜ける。なるほど、これ、ね、もうコスモポリタンですから新宿は、ね、台湾料理、ね、リトルソウルもありますね、大久保あたり行くとね。私もしょっちゅうね、食べてますけどね、新宿ではね。世界中の文化が集まってますから、そこを、約5キロのルートを新宿の町並みの変化を感じながら新宿のおすすめスポットを体感することができると。ランニングしながらね、寄り道はできないけど、あ、名所を見れると。で、順次ルートは追加されますのでお楽しみにとのことですと。で、健康維持のために始めてみるのもいかがでしょうかというニュースでございました。ありがとうございました。それでは早速、特集いきます。それではこちら、はい、それでは今週のオンライン出演インタビューの特集です。今週もビッグネーム、何人も登場いただきますが、まずお一人目、 JFN のクラブの紹介です。 FC 丸安岡崎、背番号35番ディフェンダー茂庭照之選手でございます。ということで、もう、私が、細かく説明する必要もないほどの方なので、今1981年神奈川県出身というね、茂庭さんのプロフィールを視聴者の皆さんにはつらつらっと見ていただけますが、1999年に、J1 初出場、当時ベルマーレ平塚ですが、もう20年のキャリアとね、もう未だ現役バリバリということで、もう鉄人と、J1 は通算300試合以上出場していますし、日本代表でもありますし、元日本代表でありますし、もう輝かしい、キャリア、そしてもう酸いも甘いも、知り尽くしたベテラン中のベテラン、そして昨シーズンからこの JFL の FC 丸安岡崎でプレーしているという茂庭さんでございます。それでは早速ご本人ご登場いただきましょう。茂庭さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕です。はじめまして。週明けイレブンという毎週月曜日、JFL や地域リーグ、いろんな日本のサッカーを伝えようという番組をやっております。はい、何度かご拝見しました。ありがとうございます。バッグの方はなかなか丸安の茂庭さんという立場でこう喋る機会は、なかなかサッカーファン見る機会なかったと思うんで。はい、そうですね、本当に今日貴重な時間をいただいたんで、できる限りぜひたっぷりしたいなと思います。で、はい、J のクラブを退団して引退せずにまだ JFL で続けようと、今現在もそうですが去年から、はい、まずそこら辺のこのなぜ JFL に、なぜ丸安にっていうとこから森谷さんのお気持ち考え聞いてみたいんですが。そうですね、やっぱりまだまだサッカーへの情熱が自分の中でもう燃えたぎっているというか、うん、そういった部分で、その、まあ、いろんな方がその、まあ、同世代引退していく中で、うん、まあ、みんなある程度区切りをつけてやっていくと思うんですけど、はい、その区切りって俺の中でなんだろうなって思った時に、俺は今サッカーがやりたいのか、うん、続けたいのかとか、もう十分やりきったのかってまあ自問自答したところ、うん、まだまだいけるんじゃないかと。なるほど。全然、その時にありがたいお話をいただいた。全然炎が消えないなみたいなことですね。いや、そうですね、はい。この JFL っていうリーグ、はい、当然初めてだったと思うし、はい、また J とは違いますが、この全国リーグでね、一応カテゴリー的には4部に当たりますが、ここら辺のそのカテゴリーのこととか、はい、JFL っていう印象はどんな認識ありましたか？まあ
天皇杯とかでね、うん、あの何度か JFL のクラブとは対戦したことがありますし、はい、特に本田 FC なんて言ったらね、本当にもう、J1 クラブやっつけますからね。なんで、ポジティブな印象は非常にありましたよ。ある程度質、クオリティあるなと。はい、ただ環境に関しては、うん、まあ、おのおのチーム、事情があると思うんですけど、はい、そこはもう、正直僕の中では、まあ、どうでもいいというか、うん、まずサッカーがやれる環境がある。それが一番大事で、まあそういった意味では本当にマリアス岡崎は、うん、素晴らしいクラブなので、ええ、まあサッカーができる環境プラスその他の部分でもね、ね、JFL では恵まれてると僕は思っているの で、ね、はい、本当にありがたいです。はい、監督が、まあ、すでにマネあのマリアさんが加入する前から北村さんだったと思うんですが。はい、森山さんもいらっしゃって、レジェンド森山さんもいらっしゃって、はい、やっぱそうですね、監督とは高校時代に何度か一緒にプレーさせていただいた中でもありますし、はい、もう実は森山さんも僕が高校生の頃に、はい、もう高校1年生からトップの方で、はい、練習参加させていただいている時に、うん、森山さんとかご一緒させていただいたりもしたので、いろんな縁があって、はい、センターバックでね、昨シーズン出場してみて、実際プレーしてみてどうですか、はい、こう JFL のいろんなチームありますが、15チーム、はい、去年正直僕 JFL のリーグのその戦い方、うん、マルヤスの戦い方よりも JFL 時代の戦い方に少し戸惑いがあって、うん、少しフィットするまで時間かかったなという印象です。なるほど。っていうのもやっぱりある程度やっぱ J1、J2、うん、まあ、経験してますけど、はい、選手の個々のクオリティはやっぱりある程度差がある中で、はい、うん、まあ、先ほど言われたように20年近くキャリアを歩んできた中で、ディフェンダーとして、こう、一番危ないところから消していく作業をするっていうのが、はい、当たり前だったんですよ。そうですね、まずは。まずはセオリーですからね、それが、はい。はい。そうですね。で、JFL に入って感じたことは、まず一番簡単なところから始まるんだなっていう印象を受けました。その、まずそこを行けばいいみたいな。うんうんうん、一番簡単なところから、潰していけば、うん、まあ、逆に言うと難しいことはされないみたいなところが、なるほど、コンマ何秒のこの判断の差で、なるほど、僕の前で規定を作られてしまったり、その判断でそうしてくるんだっていうことに最初昨シーズン3月4月ぐらいはやや戸惑いがあったってことなんですね。要は一歩目のタイミングとか、すごくそこは、はい、そうですね、それは感じましたね。いや、なんでそのまあ、チームとして、どう戦っていくかっていうところももちろんありますけど、怪我の影響もあって出れない試合もたくさんあったんですよ、うんうんうん、はい、その中で、まあ、目で見てしっかり勉強しようっていう期間があって、うん、今年はやれるっていう自信はあります。なるほど、なるほど。もう、はい、毎試合失点ゼロでいけるぞと。できればそうしたいですね。冒頭でも森谷さんおっしゃってましたが、ホンダ FC っていうチーム名出ましたが、同じディフェンダーとしてもね、逆に J とそんなにクオリティ差がないんじゃないかって、実際見てみて、対戦してみて、ホンダ FC どうですか、対戦して。いや、もうホンダとやるのが一番楽しいです。もういいですよね、ピッチにいるとそれ一番感じるんですよね。はい、はい、やっぱそこ来るなっていうところに、要は僕が体が動く方に敵も動くしみたいな、ボールも来るしみたいな、はいはい、その感覚があるんですよ。やられるやられないは関係なく、その一番危ないところをついてくる、うん、一番嫌なところをついてくるっていう意味では、本当にホンダって当てるときは、ああサッカーしてるなとか、
まさにこのっていうのはすごい感じます。燃えたぎる情熱、まだ俺はサッカー続けたいんだっていうのは、本田との試合をすると、やっぱり続けて正解だったなっていう気持ちになれたんじゃないかなと。ああ、ありますよ。はい。すごい楽しかったです。なので、今シーズン、2シーズン目になりますが、マリアス、通常であれば3月に開幕してたんですが、はい。もう、世の中が大混乱に陥りまして、日本サッカーも本当ですね。全てが止まったっていう、3月、4月、5月、そして今6月ですが、約3ヶ月間は完全に止まったなという、この期間は森さん、どのはい。ように過ごしてましたか？まず、自分が、バカ野郎にならないことっていうことですね。バカ野郎にかかんないことってことですね。そうですね。本当コロナのせいで何もかも狂いましたし、ただ、本当に、この日、いろんな、アプリケーションを使って、いろんな方と喋る機会があったんですけど、やっぱ医療従事者の方、本当大変な思いしてたじゃないですかね。そうでしょうね。まあ今ももちろんそう今ですもけそうでど、すが、や特はり自に、分がかからないこと、人にかけないこと、はい。そこを心がけて、本当に家の中でやれる範囲のことを最大限やってましたね。年齢、今年で38、9ですか。はい。今年9になります。9月に39になりでますよす。ね、このね、40を近づいてくるアスリートにとっての4、5ヶ月間、ほぼボールが蹴れないというか、そのね、ゲーム的なことが全くないっていうのは初めてだと思うんですけど、森川さんのキャリアにとっても。はい、そうですね。そこに対する不安、もしくはこういうふうに自分はフィジカル、メンタルずっと整えてこう、なんか一番心がけたことってありますか？食生活の見直しで、普段僕お酒大好きなんですけど、いい食生活を送る中でお酒の量がぐんと減った。まあ、それによって体重のところとかも去年と比べてかなり落ちましたし、去年のシーズン終わりに比べて体脂肪、筋肉量が再開後測定したとこ増えてたんで、すごいですね。体脂肪が減って筋肉量は増えてたんで、それは筋トレもしてたっていう意味ですしっよかね。り、そのフィジカルのトレーニングやっは一人でてもましずっとやった。てて、お酒の量を抑え。そうですね。はい。家にエアロバイクがあるんで、なるほど。もう必死に漕いでましたね。はい。心拍数測って、例のあれですね。はい。そうです、そうです。やはり通常であれば毎週毎週、ハードにトレーニングして、週末真剣勝負やって、これがずっとリズムサイクルで皆さん体に染みついてるから、やっぱりちょっとこういうイレギュラーなことになると、そこが一番ナーバスになったとこなんじゃないかなと思うんですよね。そのもちろん体脂肪とかコンディションずっとキープする、あとメンタリティもややこう間延びしてくるっていうか、いつなのっていうのがずっと続くと。でもそれはどの職種の方も同じ条件だと思いますし、サッカーだけに限らずね。ただいつその時が来てもいいように、しっかり爪は研いでおいたというか、なるそほんど。な感じですね。さすが、ちょっとはやい。そっとのことじゃ動じないというモニアさんらしさですね。そうですね。正直そんなに動じてね。ないです。今までの20年間、いろんはない。ことあったんでね。ありました。突然、日本代表に呼ばれたことがありましたね。ありました。いつでも、だからいつでもいい準備しとけなきゃっていうのは、そういうことですね。そういうことです。はさすがですね、やっぱり。いよいよーい。はーい。7月19日は、ベルスパ大分と、アウェーで。はい。
どうですか、今シーズンの15試合というものすごいショートバージョンのリーグ戦を戦うというのは、これも今まで経験ないと思うんですが、はい、どうですか、この超短期決戦となる、いろんなレギュレーションもやや若干5人交代とかいろいろあります。はい、スタートダッシュが大切になると思うんですけど、実は、はい、去年の丸安、前期、うん、折り返し点まで1位だったんですよ。ですよね。いや、これは来たなって僕ら思ってましたよ。はい、はい、なんで正直チャンスあるなって思います。いわゆる通常の前向きに捉えてますですよね。半分をこの、はい、過去最高の成績だったりとか、7月は1試合だけですけど、8月から2節3節とこういやいやノンストップでいくんで、この最初の5試合ぐらいでぶっちぎりスタートダッシュ決めたいぐらいですね。そうですね。はい。まあどのチームも狙っていると思いますけど、まあその準備は整っていると思います。マリアスは。はい。今シーズンはじゃあ過去最高成績というか、もう1位っていうところは本当に真剣にそれは狙ってるぞという宣言でよろしいですか。はい、狙ってます。いやー、もう今ね見てる方ちょっと心臓バクバクしてますよ。もう庭さんが宣言してるって。このためにはちょっともう本田ちょっと倒したいですね。ですね。そこの山を越えてね。そうですね。いやでもこれJリーグを見てるファンだけじゃなくって、 JFL を見てるファンやね、あと地域リーグ見てるサッカーファンもこの番組よく見てるんですけど、はい、そりゃ本田対丸安の大一番みんな気になりますから。本当ですね、本当に倒したいです。チームの全体練習始まったのは5月の終わりぐらいからですか、6月の頭ぐらいからですか、やっとこう全員でボールちゃんと蹴ってゲーム形式的なことは、6月入ってからかなですかね。そうですね、はい、久しぶりに集まったって感じじゃないですか、はい、そうですね。今日もこの車の、そう、冒頭紹介するの忘れました。森山さんの車の中からご出演なのは、この練習場のもうすぐ脇に車が止まってました。そこからこれかこの後練習だってことなんですが、練習もいい雰囲気でいい感じでこう順調にこう仕上げてる感じですか、今年のこのチームは。はい、もう最初の2週間ぐらいは地獄でしたね。もう走ってばっかだった。この特にね、開幕だし暑い夏を乗り切るには本当にこの6月の1ヶ月間すごい重要ですからね。はい、森谷さんの今日のお話聞いてるですね、はい、あと3シーズンか5シーズンは熱い炎が消えそうにないなというのが、まあ私勝手にそう思いましたが、はい、消えないっすね。ぜひ1試合でも多く、はい、1年でも多く皆さんに森谷さんのプレーを見に行ってほしいなと思うので、まだ最初のうちはインターネットの中継でしか JFL の試合も見れませんが、はい、スタジアムに入っていいよってなった時にはね、ぜひ生でね森谷さんの試合見てほしいですね。本当ですね、たくさん来てもらいたいです。私たちの番組もJFL の試合の取材現地に行けるようになったら丸安の試合にも行きたいと思ってますので、またその時にお願いします。お話聞かせてください、その時にぜひお願いします。本日短い時間ですが、練習前の慌ただしい中、はい、すいません、車の中からご登場いただいて、いえいえ、ありがとうございました。本当にありがとうございます。それではオンライン切りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで FC 丸安岡崎背番号3、岡崎の背番号35番、ディフェンダーのモニワ照之選手、鉄人っていうね、もう鉄人と呼びましょう、今年9月で39歳になられるということでね、まだまだこの自信たっぷりのね
こう JFL シーズン2年目を迎えてね、今年はやるよと宣言してますから、皆さん期待しましょうということで、森岩選手でございます。はい、それでは続いての方のご紹介です。関西リーグから、8月に開幕する関西リーグから、おこしやす京都 AC、もう肩書きがすごいっていうね、副社長兼 GM になられました石田祐希さんでございます。去年のシーズンまでは監督と、よく石田監督と私たちお呼びしてたんですが、今や GM 現場のね、方のピッチの方のも見ながらも、クラブの運営の方も経営の方もタッチしますという肩書きになりました。1980年北海道札幌市出身ということで、今視聴者の皆さんには、石田さんの、経歴が細かくずらっとね、J クラブでのプレーを経てのこの、指導者になっての、そして現在というところまで来ておりますが、かつての、ね、所属してクラブのファンの方は、石田さんが今おこしやすでこういうことやってるのかっていうことを懐かしい思いでこの放送を見てると思いますが、早速ご本人にご登場いただきます。石田さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。お久しぶりです、ご無沙汰しております。去年の11月の福島 J ビレッジ以来でございまして、はい、いろいろお世話になりました。こちらこそお世話になりました。ありがとうございます。最高に強いチームだったのに、残念でしたね。そうですね。力及ばずでした。また入れ替えて、気持ち入れ替えて、ね、またチーム編成し直して、今年の挑戦をもう始まってると思うんですが、はい、早速石田さん、去年までの監督と違って、今年からのこの役職というか、肩書きというか、はい、どのような石田さんの思いがあって今2020年のこの、クラブでの役割を担っているんだなっていうのは、なんか思い考えあったら教えてください。そうですね、まあ思い考えというよりも、まあ本当にこうどういうふうな取り組みをしていけばクラブが昇格できるのか、うん、また選手スタッフが成長できるのかっていうところと常に向き合っていくというふうな考えで取り組んでおりますね。うん、でまあ、監督、去年まで監督というポストからは、はい、今年からは変わっておりますが、うん、まあ、基本的に少し延長戦の部分も当然あって、うん、チームマネジメントというか、チームの強化、選手の成長というところに関しては、うん、継続して、選手たちとのどう関わっていくかというふうなところがありますので、はい、チームの強化という面においては、当然役割は変わったり部分はあるんですけど、同じ部分も当然あると。なるほど、はい、以前から実は去年一昨年からずっと聞きたくて、いつも聞きそびれてぜひ聞きたかったことがあるんですが、ガーナ、はい、ガーナガーナ、はい、ガーナ人はい、ガーナ人選手、中学生イレブンではおなじみのですね、クミちゃん、はい、あともう一人クミちゃんと、イブラヒム、ボランチイブラヒムと、もう一人、サバンです。サバンです、サバンね。昨シーズンのあの3人はもう強烈に印象に残ってまして、はい、以前からその、はい、確かこのオコシアスのクラブとガーナのサッカークラブ的協会なんか連携提携っていうニュースも出たなと思って、このガーナとのこう、そ、はい、あれは石田さんお話できると思うんで、ぜひ聞かせてほしいんですが、はい、そうですね、まあ、ガーナとのご縁というところでは、ガーナで、ガーナのトップリーグで監督をされてた方とのご縁もあって、ほう、まあ、そこでいろいろな情報共有であったりとか、あと選手、ガーナの選手のステップアップの、うん、と、チームの、我々のチームの強化っていうところの目的が合致して、うん、選手の獲得に至っているというところですね。伊沢さんも直接あれですか、ガーナの選手のやっぱ映像をチェックしたりする立場だと思うんです、はい、それは去年も そうされて、あの選手たちにしたっていうことですよね。そうですね、基本的には全体で映像は確認してで来てもらうという流れになります。
もうあの一サッカーファンぐらいの目線であの素朴に思うんですけど、結構反則ですよね、ガーナ3人って。はい、そうですね、能力的なところを考えたら、やはりそのアフリカ人選手特有の身体能力っていうのは、日本人離れしてる能力はすごくあるかなと思います。もう本当スペシャルなストロングポイントがはっきりあるわけじゃないですか、ガーナ人独特のその、まあその特にアンダー23ぐらいの世代の選手だったので、ぐんぐん伸びていくでしょうし、はい、こう日本でプレーすることによってまた本国ね、はい、代表選手を目指すんでしょうし、皆さんね、いや、はい、関西リーグの対戦相手も多分苦労されたと思うんですけど、こう前者とか止血とか出るとやっぱりスペシャルだなってやっぱ思うので、やっぱ今後もそういうこのいかに JFL に上がるかっていう部分で日本選手プラススペシャル1スペシャルなんとかみたいな感じのチーム作りはこれからも考えていきたいなって感じですか、石田さんの頭の中には。はい、そうです、そうですね。まずそもそもおこしやす京都の拠点として、まあ、京都にあるというところで、うん、まあ、京都という土地柄やっぱインバウンドの需要がすごく高いという特徴もあって、うんうん、まあ、おこしやす京都 AC というか、うん、クラブチーム自体が多国籍なクラブっていうところも将来像としてはイメージしてあります。なるほど、まさにあれですね、国際都市京都って感じですもんね、やっぱ。そうですね、実際そうですね、もう本当に街を歩けばいろいろ、はい、あのまあ京都の京都のサッカー界的な事情でいうと、まあいろんな社会人チーム昔からあの、まあ、京都志向クラブから始まり、いろんな歴史がもちろんあるわけですが、今は、はい、まず J クラブとしてはパープルサンガーじゃない、失礼しました、京都サンガーがあり、はい、はい、全国リーグに参入参戦という意味では今おこしやす京都がその次に狙おうというそういうカテゴリー的にもそういう位置づけだと思うんですが、はい、こう京都っていう多分日本の47都道府県の中でもすごく特徴のあるというか独特だと思うんですよね。いわゆる世界的な観光地、はい、インバウンドの中心地でもありますしね、経済ももちろんありますし、はい、サッカーっていう部分でまだまだその京都にはこう浸透しない、足りないなっていうものを私なんかはちょっと感じることがあるんですが、実際いかがですか、石田さんがもうおこしやすに来てから3シーズン、ね、4年目に入ってるわけですが、この京都っていう土地でどうこのクラブを存在感、もしくはこう全国リーグっていう人々からね見に行こう応援しようってなるには、そこの課題っていう部分では何か感じてらっしゃることありますか。そうですね、まずその、まあ、サンガさんというクラブは本当に大きな、はい、あのクラブ で、はい、で大きな企業もの、はい、しっかりとこうついてられるというところで、まあ、我々がじゃあそこのクラブと、まあ、対抗していくというよりは、うん、共にこう地域を盛り上げていく、うん、同士のようなイメージを持っていて、まあ、当然サンガさんからしてみたら、まあ、まだまだの部分は多いんですけど、うん、まあ、我々のクラブの特徴としては、うん、本当にこう多くの株主さんやスポンサー様に支えられてっていうところで、うんうん、まあ、現在120社ほど株主スポンサーの皆様が協力を、はい、得られていると。でまだまだこれからどんどんそれを増やしていきたいなというふうには考えているんですけど、うん、まあ、そうやって地域の皆さんであったりとか当然ファンサポーターの皆様と、うん、どうクラブを作っていくかというところが非常に大事だと思っていますので、うん、まあ、地域とともにクラブの発展を、まあ、みんなで育んでいきたいというふうなスタイルで考えています。まだまだこれからやるべきことはもちろんたくさんあるし、はい、こう地域の人、まあ、企業もそうですが市民の人とももっとこう直接つながれるというかね、はい、私が京都とつながれる関係っていうのをこれからもどん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 していこうというあのモチベーションというか目標それぞれお持ちだと思うんですが、はい、そうですね、まあ、特にそのスポンサーさんであったりとか株主さんとの、まあ、関わり方というか、うん、こう従来のスポンサーさん
様っていうのはこう、まあ、どちらかといえば一方向というか、こう協賛していただいたりとか、うん、まあ、寄付いただいたりとかっていうことが多くはあるとは思うんですけど、はい、まあ、我々としては一つ一つの企業の皆様と、まあ、プロジェクトベースというか、当然僕らを支えていただく反面、うん、その各企業の方々が課題にか抱えられている問題に僕らというクラブを通して何かできることはないかというところを、まあ、共に考えていこうと、まあ、双方向にメリットがあるような形でクラブのあり方というか作っていきたいなというふうに考えているので、なので僕らもその企業の成長をお手伝いしますし、各スポンサーや株主様の皆様からもこう一緒に育てて、このクラブを育てていただくというような双方向メリットで考えております。補完し合うじゃないですけど、互換性のあるというかね、お互いにということですよね、はい、その社会的な課題や問題を解決しよう、そういうソリューションをサッカークラブからが、はい、サッカークラブ側からそういう株主やスポンサー企業にも提案できてらいいなとは思うってことですよね、はい、そうですね。なるほど。でそこからまたクラブの魅力をさらにこう拡散していって、うん、で会場に来ていただける皆様により多くの方々にこう見ていただきたいと。そういう哲学コンセプトをお持ちだったんですね。そうですね、まあ、基本的にはもうサッカークラブスポーツを通じてこう地域の皆様が笑顔になっていただくということが最大のコンセプトというかビジョンになりますので、はい、はいはい、JFL、まあ、昇格もこのシーズン寸でのところでっていうあれがありますが、はい、やはりこう京都から全国リーグのクラブになるんだっていう、その優先順位も現状ものすごい高い位置に置かれてるということでいいですかね。まずは JFL 以上に、はい、もちろんですですよね。その先の将来については何かあるんですか。そうですね、具体的にはこう、そうですね、まあ、先ほどもお伝えしてきました通り、そのまあ京都というこの土地というところで、うん、まあ、インバウンドの需要っていうのをより増やしていきたいというところと、うんうん、あとまた京都というのはその教育の都市というふうに言われているところ、うん、都市でもありますので、で僕らのそのクラブの理念の中でもその飽くなき挑戦というか飽くなき人材の育成成長っていうところはすごく重要視しているので、うん、当然スクール等もやってますが、子どもたちの成長育成っていうところだけではなくて、うん、まあ、クラブのトップリーグに所属している選手、うん、まあ、またはその社員の成長というところも常に前を向いて進めていこうというふうには考えています。なので育成というか教育ですね、うん、そうですよね。そのトップチームのピッチ上の、はい、当然勝利を、ね、目指して、選手たちは当然プレーするんですが、それだけじゃないっていうところですよね、はい、そうですね。やはりそのサッカー選手であると同時に一人のまあ人間というか、うん、社会人としてもしっかりとした成長がなければ、その先の人生においても有益なものにはならないですし、まずそもそも社会人として、うん、もしくはまあビジネスを通じていろいろな成長をもたらすことがサッカー選手としての向上にもつながるというふうには我々のクラブとして考えているというところなので、それは常々選手たちには発信させてもらっているという形です。よくわかりました。最後に一問です。関西リーグ、はい、8月下旬からスタートして、あっという間に短期決戦でリーグ戦は終わって、その先10月11月と全社チケットあるわけですが、この戦い方を熟知している石田前監督から見て、今年の特殊なシーズンどう予想されますか。この今年の地域リーグやチケットはチャンピオンズリーグ、はい、いや熟知しているというか、今年のようなレギュレーションがもう初めてなの でまたその半年以上選手が公式戦をやらないっていうシーズンっていうのは、はい、どの選手にとってもかなりレアなケースだと思うの で、ね、はい、まあ、いろいろな
こう事態を想定しながら、いろんな仮説を立てながら、うん、今一番チームにとって勝率の高いものは何かというのをまあ導き出していきたいなというふうには考えてます。やっぱり選手のフィジカルのキープ大事ですけど、メンタルのケアも相当大事だったんじゃないかなと思って、この 3,4 ヶ月間は一番心がけてたことは何ですか？そうですね、まあ、本当にいやもうやはりその公式戦のモチベーション、公式戦が目の前にないっていうところでモチベーションの維持が難しいところを、うん、まあ、どのように工夫してモチベーションを維持していくかっていうのと、はい、まあ、あとはやはりその感染のリスク、うん、コロナのこの状況の中で選手たちが感染する不安っていうのもすごくあるとは思うので、はい、まあ、そういった中で自分たちにできることは何かっていうところと、まあ、一人一人とよりしっかりと向き合っていくということは意識してやっております。例年以上に、いつものシーズン以上に、その選手たちとスタッフ陣とたくさんコミュニケーションを取る時間を作れた半年間でもあったかなという感じですかね。そうですね、今年はあの選手が多くまた入れ替わってますので、うん、まあ、そういったクラブのこう理念であったりとか文化っていうものをまずしっかりと認識してほしい部分は常々こう伝えさせてもらって、あとはその新しく入った選手たちの特徴であったりとか、まあ、どういう性格であったりとかっていうのをしっかりと測る意味でも、やっぱコミュニケーションの量っていうのは重要になってきますので、まあそういった意味でコミュニケーションをより深く取るための時間にはなったかとは思います。ポジティブに捉えれば、そういう時間をたくさん作れたっていう意味では良かったなということで。そうですね、まあ、常に前向きに捉えることは大切だと思いますので、はい、まあ、本当に多くの苦労がある中で自分たちに何ができるのかというところをやっぱ前向きに考えなければ、どんどん暗くなってしまいますので。そうですね、はい、いいところをしっかりと見てこれからも取り組んでいきたいなというふうに考えてます。ありがとうございます。ぜひ今年も期待してます。頑張ります。伊沢さんともフィールドでピッチで現場でお会いできると思ってますので。そうですね、あの、まあ、今年はちょっとゴール取った後の喜んでる映像をいじってもらえる機会が少なく なくなってしまうかなというのは寂しいですけどいや、あのメインスタンドでジャンプしていただいても構いませんのでまさかあんな切り取って白で流していただけるとは思ってなかったので、いやもうたくさんいじっていただいてありがとうございます。我々としても石田ジャンプを命名した側ですから、はい、本当歓喜のね、歓喜の11月の最後のゲームの歓喜のガッツポーズを見たいなと今年こそはと思ってますので、はい、ぜひまた、はい、ありがとうございます。お会いした時にはよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。すみません、短い時間ですがご出演いただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。では切らさせていただきます。はい、失礼します。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、お越しやす京都石田祐樹副社長と会えてみましょうかね。石田祐樹副社長でございました。それでは次の方に行きますよ。次の方はブラインドサッカー界の日本代表選手でございまして、クラブチームに所属してまして、タマハッサーズというですね、こう東京都多摩市にあるタマハッサーズというチームに背番号5番黒田選手でございます。オンラインインタビュー出演いただけました。現在41歳ということで、1978年、なんと熊本八代市生まれというね、八代市でいいのかな、八代でいいのかな、はい、学校の先生として都立の学校に現在勤務して、アスリートとしてはブラインドサッカーの選手であり、そして日本代表と、今皆さんに見ていただいているプロフィール画像にはもう黒田先生のね、細かい、プロフィールが載っておりますが、現在ね、この本当は東京パラリンピック2020年ね、やる予定が、今東京オリンピック自体も延期になってますがね、この時期、この6月末、まさに代表合宿
準備スタートがぐらいの時期だったんですが、残念ながらまあね、試合のない状態、練習も多分まだままならない状態で、自宅におられるというこのタイミングにですね、事前収録の形で、オンライン出演いただいたので、このここからは事前収録の VTR を見ていただきます。それではいきます。それでは、ブラインドサッカーの多摩ハッサーズ、黒田智成さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ブラインドサッカーというスポーツは1チーム5名でプレーする視覚障害者用に工夫されたフットサルのルールを元にして作られたスポーツです。ゴールキーパーは目が見える人が担当します。その他の4名のプレイヤーが目隠しをして全く見えない状態でプレーします。こういうアイマスクというアイマスクを使ったり、こういうアイシェードという道具を使って全く見えない状態にします。それから国内のルールではこういう衝突もあったりするので、ヘッドガードを着用してプレーします。ボールの位置ですが、転がると音がする、専用のボールを使って、このボールの音を頼りにプレーしています。攻めるゴールの裏にガイドと呼ばれるコーチが、ゴールまでの距離や方向、ディフェンスの様子なんかについて情報を与えて、それを元にしてプレーしています。それからセンターガイドが、フィールド中央付近の選手に対してコーチングを行い、ゴールキーパーはディフェンスに対して声で指示をしながら、全体で声でのコミュニケーションをしながらプレーしています。それから不用意な衝突を防ぐために、ボールを取りに行くときには必ずボイという声を発して奪いに行くことになっています。ボイというのはスペイン語で行くぞという意味なんだそうです。これを言わないとファウルが取られます。こういうふうに1チーム5名でゴールを目指してプレーし合う視覚障害者用のサッカーがブラインドサッカーです。私は6歳の時に全く見えなくなりました。でちっちゃい時にキャプテン翼に憧れて、いつもボールを壁にぶつけてボールを蹴る遊びをしていました。ずっとサッカーをやりたいと思いつつも、その当時視覚障害者がプレーするサッカーは日本にありませんでした。なので他の競技、陸上や柔道なんかを取り組みながら成長していきました。ちょうど2002年の日韓ワールドカップが開催された時に、日本にも韓国からブラインドサッカーが紹介されて、日本で講習会が開催されることになりました。その話を聞いて、やっと自分にもできるサッカーと出会えるという気持ちで講習会に参加したのが、私とブラインドサッカーとの出会いでした。その講習会で一度でブラインドサッカーの魅力にハマってしまって、それから18年間ずっとブラインドサッカー一筋でプレーしてきました。タマハサーズは2005年に今勤務しているところに就職するしたのをきっかけに、東京の多摩地域でブラインドサッカーをやりたいという仲間を集めて始めたチームです。今年で16年目を迎えました。私たちのチームではブラインドサッカーの可能性を追求するっていうことをテーマに楽しみながらブラインドサッカーを行っています。後ろにユニフォームがかけてあるんですけれども、僕らから見て右側、黒田さんの左側が多摩ハッサーズのユニフォームですね、はい、もう一つはロアッソ熊本のユニフォームがかけてあるんですけど、黒田さんはよく、僕もそうなんですけど、ロアッソのゴール裏で応援をしてるんですが、ゴール裏で日本代表の選手と応援するっていうのは僕らのすごい誇りでですね、いつもお会いできると嬉しいんですけれども、今年もまたちょっと見れるといいですね。そうですね、私は熊本出身なので、地元の J クラブを応援できる喜びをいつもかみしめながらロアッソを応援しています。なかなか自分の代表の合宿があったり試合があったりして応援に行けるのも限られているんですが、私と共に妻もロアッソの大ファンになってくれていますので、自分が行けない時には妻が自分の分も声援を届けてくれています。
なんかこのブラインドサッカーはあのプレーオンの時は観客は静かにしてなくちゃいけないじゃないですか、はい、僕らは普段いつもあのゴール裏で声を出すんですけど、今年はまあコロナの影響であんまり応援ができない感じなので、このブラインドサッカーみたいにずっと試合に集中して声を出さずに見る練習っていうのをこうブラインドサッカーを見ながらこう慣れていくっていうのがいいかもしれないですね。そうですね、ブラインドサッカーの場合は音を頼りにプレーしますので、応援してくださる方々、観戦してくださる方々は静かに観戦するということがマナーになっています。なので、ブラインドサッカーの観戦を経験していらっしゃる方は、この新しい観戦の仕方、声を出さない観戦の仕方っていうのには慣れていらっしゃるかもしれません。ブラインドサッカーの観戦を経験した方の話を聞くと、声を出せない分集中して試合を見ることができるっていうふうに言ってくださる方もいらっしゃいます。なのでこの新しい観戦の仕方、ちょっと物足りないというふうに感じるところもあるかもしれないんですが、声を出さないからこそ体験できるような、そういう感覚も見つかるかもしれないですね。まあ、ブラインドサッカーの魅力っていうのはコンタクトプレーっていうのはすごいこう見てて思うんですけれども、なんか怪我をしない秘訣とかはあるんですか？私は中学高校の時に柔道をやっていたので、どんな体勢でも受け身を取る自信があるので、もし足を引っ掛けられて飛んだとしてもそのまま受け身を取ることができるので、それが自分にとっては怪我をしない大きな秘訣かなと思っています。それだけではなくて、ブラインドサッカーをプレーするときには周りの様子を声や音からイメージをして、そのイメージをもとにプレーすることがとても重要になります。味方同士の言葉によるコミュニケーション、ピッチ内だけではなくてピッチ外で自分のイメージをお互いに伝え合ったりフィードバックしたりすることによって、お互いのイメージを共有していくことによって不用意な接触もなくなっていきますし、よりプレーの精度も上がっていくことにつながると思います。そういうコミュニケーションを高めていくっていうことも怪我の防止につながっていくのかなと思っています。見て判断するっていうことができない分、言葉で伝え合って、プレーしている時だけじゃなくてプレーしていない時でも自分それぞれの考えていることやプレーした内容についてお互いに伝え合うということがすごく重要になります。相手チームのプレイヤー、音を使った駆け引きが、すごく重要になります。音を使ってフェイントをかけたりだとか、相手の音をしっかり聞くことによって効率的なディフェンスを行ったりだとか、そういう相手の音をしっかり聞いてイメージ化していくっていうことがすごく重要になってきます。例えば普通のサッカーでよくまたぎとか見せかけるフェイントは、ブラインドサッカーでは聞かないんですけれど、ボールを動かすフェイントだとか、ボールを止めるフェイントなんかで、相手の裏をかいたりすることができます。あとはボールを浮かせて相手の背後に落とすっていうプレーを時々やったりするんですけど、そうすると急にボールが消えてしまうような、そういう印象を与えることができるので、そういうボールを平面だけじゃなくて3次元で動かしていくような、そういうフェイントも行ったりしています。ボールを動かす、止める、浮かせるっていうのがブラインドサッカーのフェイントのポイントかなと思います。そうですね、もうそこはもうその時のイメージでこれくらいの高さで抜けられるかなっていうところでボールを上げていきます。ただボールがループで上に上がっている時に音はほとんどしなくなるんですけれど、上げた足の感覚でどの辺に上がったか、どこの辺に落ちるかっていうのは上げた本人が一番よくわかるので、そこの落下点に相手よりも早く回り込んでトラップができればその絶好のチャンスになるので、特に強い相手に対しては有効な攻撃かなと思って練習しています。はい、僕はブラインドサッカーっていうのは一回見て迫力を感じたら一番いいと思うんですけれども、去年アクサブレイブカップというのを僕は見させていただいて、日本多分クラブ選手権に当たるんですかね、そういう大会の今年はちょっといろいろスケジュールが変わってしまったと思うんですけれども、もし今分かる何かそのブラインドサッカーが見れるスケジュールが分かればちょっと教えていただきたいと思うんですけれども、今の段階で一応秋に
あの日本選手権が開催される予定にはなっているんですけれど、まだ未定の部分が多いですので、あの詳しい正式なあのスケジュールについては日本ブラインドサッカー協会のホームページで告知があると思いますので、もしよろしければあのブラインドサッカー協会のホームページをチェックしていただいて、ぜひあの観戦に来ていただければありがたいです。ぜひあの実際に会場でブラインドサッカーの試合を見ていただくと、あのブラインドサッカーの魅力が伝わるんじゃないかなと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はどうもすいません、お忙しいところありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またあのブラインドサッカーの試合か弱そうの試合でお会いしましょう。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ失礼します。ありがとうございました。失礼します。はい、ということで以上3名の方、今週のオンライン出演インタビューでした。ありがとうございました。それでは終盤に行きます。番組では皆様からの投稿を待ちしておりますということで、今週のお便りは1通ありますね。さあ、いつもの投稿コーナーなので、助っ人を呼びます。バムちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、やっと J リーグも開幕したということで、日本中全体が盛り上がってますね。おお、そうですか。そうですね。もう盛り上がりを感じますよ。感じますか。はい、やの HFC とかに文句なんか言ってるわけじゃないと。ああ、なるほどね。さあ、行きましょうか。はい、それでは黒ドラさんからでございます。はい。三宝町スタッフの皆さん、こんばんは。黒ドラでございます。すごく久しぶりにディアカツから動画が送られてきました。あ、かの有名なビアティン三重にいる非公式マスコットのビアカツさん。あ、そうなんですか。こんな地上波で見たことないけどね。地上波には絶対出ない。そう。久しぶりのビアカツで緊張したと中身が申しておりました。またあの聞きづらいもごもごしたあのセリフ回しなんでしょうけど、みんなで見ましょう。見ましょう。動画でしょ。すっげえ面白いんだろうな。よし、行きます。ドン。あ、出てこない。これだ。行くぞ、J。お、もう終わりましたね。はい。以上。絵の迫力と声が全く合ってない。そうですね、いつもの安定のビアカツ、はい、これが面白いね。本当に久々だね、ビアカツ、うん、元気になさそうな時期もお見受けしましたが、今の声だけ聞いたら全然元気ないよ。そうですか、いいぞ、うん、まあぼちぼちでいいんじゃないかな。うん、あと夏暑いから気をつけろ、脱水症にと思いますからね、いつもね、あれを見るたびにね。さあ、それでは、来週以降もお便り紹介しますので、ぜひ皆さんお便りお待ちしております。週明け11@gmail.com まで。もうぼちぼちサッカー再開してますから、ネタは困ることないでしょうからね。まだ出したことない方、特に初めての方欲しいね、そろそろ ね、最近もう常連おなじみの人のメールが続いてるんでね、フレッシュな、最近雅子さんのコーナーお休みだからね。そうですね。なんでフレッシュな人、うん、特に熱く熱く募集しております。お願いします。それでは来週の予告、来週は7月6日月曜日、夜8時からオンエアしますが、来週は111回と111と、はい、トリプル11並びでオンライン出演インタビューの10週目に突入ということで、いやーもう10週間ですよ。10週目やってるんですか。この企画はこけませんね。長続きしてる。そしてどん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 豪華ゲストが来週ですね、発表しますよ、はい、4月6日まず JFL、 ここね、毎週 JFL のクラブの出ていただいてますから、最初はコーチユナイテッドでしょ、うん、赤星選手、そしてビアティミエのワナミさん、うん、ね、そして今週が丸安岡崎の森尾さん、そして来週がかの有名な奈良クラブ、うん、ゴールキーパー藤吉海次郎選手、お、100年構想が帰ってきた。そうです、奈良クラブの、さあ JFL 開幕がリモートマッチで決まりましたよね。来週7月6日で2週間前の状態でね、
藤吉選手登場です。そしてお二人目は東京都リーグ、ググッとカテゴリーが下がりまして、東京都リーグの確か2部、ザイオンっていうチームがあるんです、はい、ZION と書いてザイオン、ザイオン FC かなの、代表、クラブの代表をやられている林さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、ご出演いただきます、はい、そして3人目、日本サッカー協会のですね、お会長をやってらっしゃるですね、おや田島幸三さんえのおいっ子さんが、おいっ子さん、おいっ子さんがご出演いただきます。誰ですか？お名前は来週、それこそオンラインインタビューで発表しますので。以上3名。ゴルフに関わってる人とかじゃないの、はい、え？何？ゴルフに関わってる人とかそういうことじゃないの、サッカーの人ちゃんとそれ。サッカーですよ。おいっ子さんで。バリバリのサッカー人出ていただきますので、ね、来週7月6日、お楽しみにということで、今週の第110回放送終わります。また来週、ありがとうございました。